罪を犯した悪を永遠の苦しみを与えることを私姫なのだ。天罰を受けよ。天罰の聖剣。あの、イルファンに行く船はいつ出ますか？すみません、首都圏全域に封鎖令が出たおかげで全便欠航なんです。他の便は？しばらくはサマンガン海底行きしか出ませんね。サマンガン海底行きの船に乗りますか？乗船してお待ちください。手紙？珍しいね。鳥でやり取りしてるんだ。ん？まあな。遠い異国の愛する人にさ、素敵な女性が目の前に現れたってな。へえ、奥さんいたんだ。優等生の発想だな。結婚してるように見える？違うの？さてな。あ、もう出るみたいだね。あ、わあ。海、初めてなの。うん。あの子、あの村で何してたんだ？監禁されていたのだろ？逆かも。かくまわれてたって可能性もあるんじゃないかな。エリゼ？ティポ、見て。海すごい。落ちたら死んじゃうとこだったよ。悪い子じゃないよ。そうみたいだな。引き取ってくれるいい人が見つかるかな。それは君が探すしかない。それが責任というものだろ。うん、鍵は手の内にあるが、いつまで時間が稼げるものか。ミラ？何か見えるの？いや、少し考え事をしていただけだ。エリゼ、これからどうするつもりなんだ？私、わかりません。うん、わかることはないのか。ジュード君やミラー君、アルビン君は友達。そういうことを言っているのではない。そもそもこのティポは何だ？なぜぬいぐるみが喋っている？ティポはティポだよ。そんでエリーの友達。お前と話すのはなかなか難しいな。なぜか論点がずれる。ミラ、エリゼ。ああ、そろそろ到着のようだ。さて、ナシュガルの警戒がどれほどのものかな。ミラ君は友達、友達。
仲良くなったみたいだね。大丈夫、何も心配いらないよ。思ったほど厳重じゃないが。兵士は配備されてるね。注意しないと。妙だな。一時はアジュールにまで兵を出していたというのに。君らを追うよりも重要なことができたかな。好都合だ。気づかれぬうちにイルハンへ向かおう。ごめんね、エリーゼ。大きな町に着くまでもう少し待ってね。そしたらきっと引き取ってくれるいい人がいると思うんだ。私、16？ それ何のこと？いきなり引き取ってくれる人がどうとかお嬢ちゃんに言ってもね。聞かされてない本人はそりゃ驚くよな。気遣いが足りないな。ただガキなんだよ。ん？うっと。お腹すきました。食べないとバリボーなボディに成長できないよ。そういや、ここの宿って他と違って随分寝心地がいいベッドだったな。変なとこを覚えてるんだね。よし、泊まってこうぜ。そんなのんびりしてていいのかな。気をつけろエリゼ。海底にお前に不自然な視線を送る船員がいるぞ。そうなんですか？気づきませんでした。ただのロリコンかもしれないが、念のため話しかけてみるか。オタク、うちのお姫様が可愛いからってジロジロ見ないでくれる？いや、すまない。その子が持っているぬいぐるみが気になって。おお、やっぱりこいつも喋るのか。前にも喋るぬいぐるみを見たことあるんですか？ああ、そいつにそっくりなのをね。その子、ティポの家族かもしれません。どこで見たのだ？ちょっと前に来た行商人が売ってたんだ。ここの海底から西の町に向かったよ。こっから西の町というと、カラハシャールか。ティポ以外にもティポがいるんでしょうか？可能性はあるだろうな。家族がいるなら会ってみたい。最近のおもちゃは本当によくできてるな。娘のお土産に
一つ買っておけばよかったよ。せっかくだから見ていかないか。お願い、早くして。どうかしたの？いや、あの女、いい女じゃね。ほら、ジュード君はどう思う？だぞ、キャッて来い。やっぱりキャンセルするわ。ごめんなさい。アルビン？どうしててめえみてえな女を信用したんだろうな。お願いします、見逃してください。お願いします、お願いします。誰の指示だハゲ。なんだお前。もうこの辺でいいでしょ。てめえ、キャットがどういう女か分かってんのか。アルビン、どうなってるの？まだいたのか。行くぞ。キャット、お前変な名前だな。あなたもあいつらに何されるかわからない。どうして助けたの？それは。綺麗な人は放っておけないんだもんね、アルビンは。何を言う、ジュード君。それより宿に戻って彼女の手当てをしてあげなさい。了解、アルビン。あの女、どう見ても仇じゃねえよな。